三沢には輝きがある、川田には魂があると人は言います。世界ダックチャンピオン、さあ東京北の丸、日本武道館2回戦であります。川田にとりましては昭和88年世界最強ダック決定リーグ戦に初出場、この武道館で喝采を浴びました。そしてこの男三沢、昨年6月8日三沢として初めて大舞台に臨み、鶴田を初めてビューホールした、思い出のあの日本武道館、忘れぬあの日本武道館、武道館からいつもいつも僕らの戦いは始まっていきました。不器用に不器用に、しかし真剣に生きる若い魂が2つ、鶴田時代は終わっていません。しかし三沢時代はもうすでに始まっています。世界ダックチャンピオン、ニューチャンピオン、東京日本武道館に戻ってまいりました。試合に先立ちまして、日本テレビ並びに番組のスポンサーより両チームに豪華な花束が贈られました。世界ダックタイトルマッチメインイベントを迎えました。バンカから初週への日本武道館、夏の名残のセミシグレ、さあジャンボ鶴田奪回になりますかどうか。 PWS ロードプレイヤーズ会長によりますタイトルマッチ宣言が行われております。このタイトル、三沢川田が7月24日金沢大会におきましてゴディ・ウィリアムスを破り第16代チャンピオンになりまして、今回が初防衛戦であります。過去両チームの成績は1勝1分け三沢組であります。1回目は後楽園、あの45分時間切れ、2回目は最強タッグ、昨年ここ日本武道館でした。川田が田植えをパワーボム、三沢組が勝っております。さあどういう戦いになりますか。今チャンピオンベルトが本部席へ、ロードブレアーズ会長に今挑戦者鶴田田植えに示された後返還されようというところであります。久しぶりの日本人同士の世界タッグタイトルマッチとなりました。どういう試合になりますか、期待したいと思います。60分の一本勝負、91サマーアクションシリーズ2天王山武道館大会です。中田龍リングアナウンサー、そして和田恭平レフリーであります。両チームの紹介、本日のメインイベント世界タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、270ポンド田植アキラ、去りゆく夏に待ったをかける、部員に寝まくるな田植、ジャンボ鶴田、三冠王者のプライドにかけて世界タッグダッシュなるかジャンボ鶴田。ラガコーナー世界タッグ選手権チャンピオンチーム、260ポンド川田俊明、熱情がふつふつ川田俊明、255ポンド三沢、俺は彼にかける、三沢しか見えない、三沢光晴です。4人の選手の姿が見えません、放送席から見えません。ご覧のようにものすごい紙テープ、竹内さん、ファン注目の一戦、まさにファンの期待がこの一戦に集まってますね。本当ですね。さあ馬場さん、世界ダッグチャンピオンが武道館に帰ってまいりました。三沢川田、三沢川田を表して馬場さんは以前の解説で風格が出てきた、このように解説されましたが、この三沢川田のファイトの方はどうご覧になってますか、世界タッグチャンピオンになってから。そうですね、それは、チャンピオンになってからは別にこれといって変わりはないんですけども、はい、やっぱりチャンピオンになったというその意識がね、非常に、なんか落ち着いているような気がするんですよね。その精神的なものがファイトにもいい影響を及ぼす。なるほど、分かりました。ですけども今日の2人はやっぱりね、鶴田田植は、しょっちゅう対戦している相手ですし、これはちょっとね、長所も短所も 両者はその分かってますからね。そうですね、そのあたりどういう心理戦、そしてまたこの作戦を描いているか、ジャンボ鶴田、技のデパートジャンボ鶴田、そして懐の深さを持っていますジャンボ鶴田、そして新鋭の田植、どういうチャレンジャーぶりを見せますか。こうやって見るとね、田植と鶴田と体格も変わらなくなりましたでしょ。そうですね、ちょっとね、やっぱ田植がもう少し鶴田に近づいてくれるとね、このベルトも夢じゃないですね。なるほど、今日なんかは田植の働きぶりでチャンスはあるんじゃないかと思いますがね。わかりました、田植が鍵を握っている、ならばこの川田でしょう。そうですね、竹内さん、当然川田ですね。今ゴンが鳴りました、田植と川田、因縁の対決、過去田植の1勝3敗、しかしこの
武道館で田植えが川田を失神に追い込んだ場外アームボンバーでしたっけ、中口さん。そうでしたね。はい、組み合いました。田植えが、おっと、しかし川田が入れ替えた、体を入れ替えた、クレーンに分かれます。確かにこのパワーもつきました。体もついたのみ大きくなりました田植え明。この体を十分に生かして今日はどういうファイトを見せるか。体を生かして押し込みます。河原としては今日今度はロープに先ほどと逆の展開。さあどうするか。田植えコール半分、河原コール半分だ。張った、田植えが張りました。もう一回張った、髪を掴んだ。そしてロープに押し込んだ。ラリアット河原ラリアット、渾身のラリアット。今度は三沢が出ました。竹内さん、はい、田植えの先制打どうご覧になりますか。うん、いい突っかけを見せたんですけどね、その後やっぱり川田の反撃もすごいですね。そうですね、まあ、今の田植えの張り手もね、数が少なすぎますよ。あ、張ったら川田が怒るということはもう分かってますからね、うん、その怒ってもできないようにまずボンボン、もっとどんどんやらなきゃいけないですね。今田植えが三沢の右肩を狙いました。三沢はこの金沢大会ゴディウィリアムスからベルトを奪った時にこの肩を痛めて、最終戦全シリーズマスト大会ジャンボ鶴田のバックドロップ4連発を受けて、右肩をちょっと痛めております。アタッキューの状態、昨日の24時間大宮大会でもジャンボ鶴田の、そして田植えの強烈な攻めに遭いまして右肩がちょっと悪化しております。そのあたりどうでしょうか。フェイントを入れてのキック、今度は左から正面から胸板、倒れた田植え、倒れた。そしてエルボー、2倍返し3倍返しが始まったぞ。そして右のエルボー、竹内さん、肩の痛みを感じさせない、いや痛みをこらえてのエルボーですね。当然そうでしょうね、痛みはあると思うんですよね。そうですね、試合になってしまえば忘れるというそういうミサ。さあ今度はカールとのコンビネーション、田植えを鉄柵、田植えを鉄柵、放送席前田植えの目は死んでいないか、どうだ川田が。さあ先ほどのお返し、場外ボディースラム、どうだとばかりに見据えて、さあカーボールキックいった、もう一回いった。竹内さん、先ほどの田植えのチョップと比べて今の川田のキック、これはやっぱ本当半端じゃないですね。半端じゃないですね。竹内さん、この鶴田が一番恐れているのが今の川田の気性の激しさ。そうです ね、それにやっぱり田植えが飲まれてしまうことですよね。そうですよね。馬場さん、先ほど田植えの力量が体が大きくなったというふうにお話がありましたが、今の川田とて非常にこの力負けしなくなりましたよね。そうですね、そういった意味では非常に面白い今夜のこのヘビー級の60分一本勝負世界タッグタイトルマッチであります。右のエルボーカーッと鶴田の元へグラグラッと、そして自然に鶴田のタッチする形になりました。さあ鶴田三沢、思い出しますのは幾多の名勝負、鶴田と三沢のシングルマッチ日本武道館であります。竹内さん、思い出しますね、この武道館ですよね。そうでしたね。バックドラップを返した三沢、初めて鶴田からピンフォールを奪ったあの日、片や鶴田バックドロップホールドで三沢からピンを奪ったあの日、ザッとドラッピングかわした、振り付け右の肩、この右肩攻撃を三沢は十分鶴田に対して田植えに対して注意しなければいけませんね。そうですね、当然狙ってくるでしょうからね。はい、押し込みましたジャンボ鶴田。ここは三沢は川田のタッチです。さあ鶴田の川田だ。竹内さん、今日は武道館にね、1階の正面玄関にファンからのメッセージがいっぱい、まあ、張り出されたんですけれども、そういうファンサービスがありました。この川田に鶴田からピンを取ってほしい、あるいは田植えに三沢からピンを取ってほしい、こういうのが多かったんですよ。それやっぱ本当ファンの偽らたる声でしょうね。でしょうね。エルボー打った、もう1回エルボー打った、このがむしゃらせが怖いという鶴田、しかし膝を打っていきます。ジャンボ鶴田です。ロープに振ったぞ。ジャンボラリアット。根こそぎ倒すラリアット。髪を掴んだジャンボ鶴田。そしてタウエトだ。タウエが川田をニュートラルコーナーに持っていく。竹内さん、それからね、そのファンのたらし書きの中には、おっとフェイスマスターだ、ブーイングなんかにね負けるな、もう田植えがチャンピオンになるまで
俺は部員があっても応援し続けるぞという声もありました。これは本当タウエにとって嬉しい言葉ですよね。そうですよね。そしてまたあの世界最強タッグ決定リング戦、優勝は分かっていませんが、この武道館、あの12月あの試合を思い出してほしいという声も書かれておりました。そしてまた鶴田に一歩でも近づいてほしい、こういう声も書いてありました。さあ田上、フロントのヘッドロックに捉えて鶴田の指示通り持ってまいりました。以前馬場さんの解説の中に、この鶴田田上組にまだ合体攻撃がないというのがありましたが、今日はそのあたりどうでしょうか。さあスリーパーホールド、フェイスロックですか。スリーパー気味に入ってますね。ますね。さあ河原に打っていったぞ。これは三沢の得意技、三沢の心に火をつけました。三沢にも高橋さんブーイングですよ。そうですね、やっぱりチャンスの時のカットプレーにはどうしてもファンのブーイング飛びますね。そうですね。さあ鶴田と河原の戦い模様になりました。さあバックに回ったぞ、浮気が跳ね、これは狙っていた。踏みつけに行く、ストンピングに行く田上明だ。この頃このブーイングに対しましては田上明もう慣れてきた、気にしない、ブーイングを受けると余計何かやってやる、そういう糧にするというふうに話しておりました田上明。組み技が続いています。 DDT、 もう田植えコールが聞こえますね。そうですね、やっぱブーイングの中にもちゃんと田植えコールも出てきますから ね、頑張ってほしいと思います田植え明。さあ今度はパイルドライバー、大技に持っていけるか田植え、足を踏ん張ってこらえている川田、引っこ抜けるか田植え、ああダメです。今度はジャンボ鶴田です。二人でねちっこい攻撃です。コブラツイスト、拷問コブラが始まった、拷問コブラが始まった。三沢の目の前で始まった。ペースロックをなんか合体させてますよね。ペースロック気味のコブラですよね。馬場さん、そうですね。そうですね、はい、これはすごい、いろんなレパートリーがあるんですね。これもドラゴンスリーパーの応用ですね。はい、ババさん、鶴田ってのは怖い選手ですね。そうですね、ですけどもね、今の攻撃、あの、手を入れ替えるとね、あばらが痛くなったり首が痛くなったりでね、どっちかわからないんですよね。やっぱりどっちかに絞った方がいいと思いますからね。今そうするとどうだという見せようという気持ちが鶴田に強かったのかもしれませんね。田植えも全く同じ人のバリエーションでいってますね。同じ人であります。連携を使ってまいります。さあ田植え、河原苦しくなりました、河原苦しくなりました。武井さん、河原にとりましてはね、あの三沢がゴディやウィリアムスや鶴田からピンを取った、三沢がこれはやっぱり河原にとりましても刺激になってるでしょうね。そうでしょうね、今度は俺がという気持ちでした。しかし河原の喉、田植えがロープに打ち据えました。そのままカバー。ここまではどっちのペースですか、高橋さん。鶴田、田植えの方が自分たちのペースを今のところ出してますね。どちらかというとスロースターター気味のジャンボ、それから田植えなんですけれども、今日は前半戦主導権を握っているように見えます。さあ川田を動かします、ジャンボは行きます、あっと変化す、あスリーパー、ランニングスリーパー行きました、ランニングスリーパー行きました。そして今度は揺すります、揺すります。これで尼崎大会菊池からギブアップを奪った。鶴田、このスリーパーホールドはね、本当によく効きますよ。さっきハンセンとあの小橋のスリーパーホールドはね、はい、小橋の体がちょっと浮いてましたけども、このジャンボの体はもう完全にくっついてますでしょ、川田の顔に ね。川田のもう体が腕の中にめり込んでいる、そんな感じのスリーパーでありました。三沢がそのあたり知っています。必死にカットに行きました、王を蹴り上げました。河原敏明、この辺のがむしゃらさ、さあ鶴田落ち着いています。田上に預けました。さあ田上と河原、離婚対決がまた始まる。さあ今10分が経過しました。さあ田上押し込む力もあるぞ。しかし河原が渾身の思いで、やーっとニールキック、フライングニールキック、ローリングしてのタッチ。さあ三沢、三沢出るフライングしてのエルボー、肩の痛さなんか関係ない、全く感じさせないファイト。
もう鶴田の近くでカバーです。まあこの肩を痛めてますと肩以上に上げる大技が、ちょっと打ちにくいでしょう。今抑え込んでる場面が多くなります。腕、右腕を振っています三沢光晴。痛みにしかし今日は耐えながらエルボーを打っています。さあ右のエルボー、あー右腕殺しねじっている。馬場さんがかつてハンセンにやったようなアームブリカー、ものすごいアームブリカーですね。これが一番要注意なんですよね。右のエルボー、涙が出る。また右腕殺しに行く。右腕、今度は膝から崩れ落ちた三沢。対角線に振る、あー打てない打てない打てない、後頭部ラリアット送ってしまった。今あそこで支えてヘッドバットを狙ったんですね。エルボーかヘッドバットでしょうね。エルボーかヘッドバットを狙ったんでしょう。しかし呼んでいましたジャンボ鶴田、懐の深さですね。ちょっとこのタウンへのつなぎは非常に今日はいいですね。そうですね、あと1時間、おっと今度は肩をコーナーマットに据えました。あと1時間プロレスのことを考える時間を増やしてほしい。鶴田からタウンへの注文です。そういえば鶴田も修行中アメリカのトップレスラーを食い入るように見てその技のつなぎをメモしておりました。攻められていても次に読んでいれば受けられる、攻めも余裕がないと裏をかいたり思いもよらない技を出したりはできないいうのが鶴田の自論です。それが今日の技のデパート、そしてまたこの試合の流れの読みのうまさにつながっています。田植えもまさにこれは天の教えですよね。これだけの名コーチがいるわけですから ね。さあジャンボ鶴田腕を伸ばしてダブルハンマー行きました。もちろん肩口のあたり、早くも三沢の上半身が真っ赤になってまいりました。そして場外鶴田が何を狙っていますか。とにかくストンピングで、あるいはバックドロップで、あるいはエルボーでこの肩を痛めてる。今度は鉄柵だ、鉄柵で右肩を破壊。いやー驚きました、ありとあらゆる手で三沢の肩を破壊に行きます。馬場さん、レスラーってこの肩で受け身を取ることって ありますか。いやそれはありますけども、肩が痛い痛いってそんなにね気にするってそんなにオタクが言わなくたってね、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、頑張れるか。これだけのことをやってるんですからみんなどっか痛いんですからね。わかりました。さあ腕しぎ十字、もちろん右を攻める。確かに竹内さんね、馬場さんとおっしゃることもっともですよね。これだけ激しい戦いを三沢はやってくれている、やってのけてるわけですからね、そうですね。しかし田植えは傘にかかって、うわー右を攻める、ものすごい形相だ。こういうファイトを見てますと竹内さん、鶴田田植え組もちょっとこのチームカラーといいますかね、こういう凄みみたいのがついてきましたね。やっぱこの鶴田のカラーがですね田植えにも出てきてるわけですよね。かかと蹴り、しかし三沢の反撃は単発です。まあこれだけ肩がね三沢も痛いなら痛いように違うことをやる、違う技をね肩が使えなくてやる技を研究しなきゃいけないし、やっぱり川田に変わるような方法をしなきゃいけないですね。馬場さんとかつて鶴田がやったようなハイキックのダブル打ち振ってしまいました。そのあたり三沢、空いている左を使うか、あるいは肩に負担がかからない技を出していくか。三沢ミサル村筋八丁、ものすごいキックが飛んでいきます。三沢は崖っぷちに強い男ですからね。そうですよね、今までこれに耐えて我々に夢をロマンを見せてくれてきました三沢ミサル。今日の試合崖っぷちに立たされて、しかし期待を捨てなくありません。バックに回った、そして DDT ダブルアームの DDT ですね。馬場さんこれですね。そうですね、肩に負担のかからない、しかも鶴田の体重を利用した DDT。ああ鶴田のオープンビッター、すごい、かわしたラリアット、変わらん。そ
してエプロンが使うのにも今15分が経過。俺はプロレスが好きだ好きだ、俺のプロレスを愛している、俺はプロレスを愛している、俺の愛はこれだこれだ、キックだキックだキックだ、そしてエルボーだ、そして顔面蹴りだ、俺のプロレスの愛はこれだ。河原俊明プロレスが大好き、しかしあーキッチンシンク、根性凝縮キッチンシンク、ジャンボ釣れた。この反撃がやっぱり素晴らしいですね。確かに今川田の攻めも良かったですね。でもこれを裏返してすぐジャンボが攻めに行ったっていうのはやっぱりジャンボの力を褒めたいですね。なるほど、まあ2人のファイトを比較すれば三沢が華麗と進んだならば、この川田は泥臭い部分があります。このあっと三沢場外でテーピングです、場外でテーピングです。その前にコールドスプレーも吹いてもらっていました。さあ泥臭い川田、泥を噛んでいる、血に張っている、しかしこの川田も泥の中から這い上がってくる男。あっとキックで田植えをどかした、田植えをどかした、髪をつかまれた、しかしキックでかわした、飛ばした。さあ川田立ち上がった、またまたキック、またまたキック、だーっとまたキック、あーつつ、あー田植え突っ張り、田植え突っ張り、田植え川田を投げる、川田投げられない、ラリアット、川田ラリアットであります。さあそれからボディースラム、川田トップロープだ、川田トップロープだ、エルボー行きそうだ、エルボー狙いを定めた、エルボードラップ胸のあたり、カウント2。田植えも頑張った、田植えも頑張りました。川田にはこんなことを言われました、相撲でやってやろうか、こんな侮辱をかけられたこともありました。パワーボム、これを、いやパイルドライバーこらえた、ワークキックをくれた、そして何があるか何があるか、あーっとエルボーボディに打っていきました。鶴田がキッチンシンク、田植えがボディへのエルボー、タッグは1人がダメなら全てダメ、三沢にこういう風に言われたこともありました。田植え、しかし今日は一子二子報いております。田植え明、いいつなぎを見せました。ジャンボ鶴田、胃袋へのエルボーを打っています。ジャンボ鶴田です。川田ちょっとまた苦しくなりました。完全にペースは竹内さん取らせてもらってませんね。ただこれ川田頑張る分、三沢の回復がやっぱり耐えれるわけですからね。そうです、竹内さん、あの金沢も仙台も川田が耐えて三沢に伝えたんでしたよね。それがやっぱり大きな勝機になりますからね。さあ今花火が上がったんでしょうか、ものすごい音がしました。さあどうだ、押し込んだぞ、膝を当てた、外で花火が上がったんでしょうか、これは何を意味するんでしょうか。さあ夏の名残のセミシグレ、日本武道館でやります。さあ今度はエルボーを打った、田植え明、エルボーを打ちました。シングル戦では三沢に勝てません、川田にも水をあけられています。その悔しさをぶつける、竹内さん、ショルダーが胃袋ですね。ちょうど胃袋を狙ってましたね、はい、チャンピオンになって言われた分言い返してやるという田植え。あ、今三沢がコールドスプレー、あーかなりのテーピングですね、すごいテーピングです。頑張れるか三沢、さあ逆蛇固めは川田がサードロープに逃れております。さあジャンボ鶴田が出ました、三沢ここから起死回生なるかどうか。今川田が捕まっています、川田は耐えています、川田がこめかみへ、すごいテンプルに行きましたね。いやー驚きました、早かったですね今の、素早かったですね、しかもテッカーですよね、ジャンピングミーパット行きました、まさに鶴田非常のファイト、こう申し上げていいでしょう。今日は鶴田ためにつなぎがいいですね。そうですね、鶴田に武井さん殺気を感じましたよ今、ものすごい攻めを見せました。さあ今度は田植え、テキサスクローバーかサソリか、サソリだ、とにかく田植えと2人で今日は結果を出したいと話しておりました田植え鶴田。さあ川田苦しくなったぞ、リングの中央です、にじり寄る三沢も今エプロン復帰しました。世界タッグチャンピオン苦しくなりました、初防衛戦であります、ベルトの移動はあるかどうか。三沢が入った、右のエルボー包帯ブラブラ、右のエルボー包帯ブラブラ、テーピングブラブラ、エルボー顔が泣いている、鶴田にエルボー、タウネが背中にハンマー、右のエルボー、テーピングが取れる、汗で取れる、川田帰ってこい、アマレス、足川高大の先輩、1年違い、心の連携、心の中で合図をしなくても分かっている2人の連携、さあダブルのキック、2人の連携が生まれる、
鶴田田上にはない連携が生まれる。ブレンバスター20分経過、ダブルのエルボー、ダブルのエルボーが戻ってきた。カバーの体勢です。カウント2で返しました。田上も頑張っています。武井さん、4人が4人頑張ってますね。やっぱりこの脱落したくない、やっぱり意地ですよね。足を持ってキックを持って押し通し、どうだと言わんばかりのステップでしい表情。さあこの後相撲の仕切りから第二の人生をプロレスにかけた。さあ、タイガードライバー、腕を取られてタイガードライバー、ジャンプを連れてられました。大きな山場でした。今の流れは見事だったんですけどね。本当ですね。鶴田組だけじゃなくてこの熾烈ハンセン組をはじめ、もうチャンピオンチームを意識的に徹底的に各チームが潰しにかかってまいりました。そしてこの満身創痍の三沢、テーピングが取れました。あ、起き上がしのラリアット、起き上がらしのラリアット、この頃は起き上がりこぼしのキックもあります。わーっと2発目いきました、ジャンボ鶴田。そしてこの後、この後あの松戸で綿毛さん、バックドロップ4連発だったんですね。そうですね、それが出ると三沢は大ピッチですからね。さあ、ジャンボ鶴田、その前にやっぱり反撃してほしいですね。しかしながらチャンピオンというのはここです。チャンピオンは本当にいろんなチームと戦わなければいけません。逃げることは許されません。コブラツイスト、コブラツイスト、またまたゴーボンコブラが始まったか。おっと、また持ち替えた、持ち替えました。これ見逃しに打っています。ああ、右の肩もひねっています。後ろからキック、後ろからキック、ラリアット相打ち、鶴田が勝ちました。武井さん、今のは相打ちではないですね、はい、ジャンボのラリアットですね。川田は打つ間がなかったですか。そうですか。いや、ジャンボのカウンターで来てしまいました。ラリアットです。さあ、ダブルの攻撃、田上が一呼吸入れてダブルのハンマーを下ろしました。鶴田、トランクスを持ち替えて、そして今度は腕をまたぎに行きました。腕殺しであります。ありとあらゆる方法を使って三沢の右腕を破壊に行きます。武内さん、この鶴田田上戦だけに長丁場が予想されますよね。三沢川田組はね、耐えられるかどうか。その分当然スタミナ勝負にもなってくるわけですよね。そうですね。さあ、バックドロップ来るぞ。川田がカットする、右肩で受け身を取ります。このバックドロップ、三沢、うっと今度はバックドロップと、うわー、ネックブリカードロップの相打ち、危ない。しかし武内さんね、三沢川田、王者になってもこの前向きのファイト、逃げはしない真正面からのファイト、ブラックバスター、これは評価されますよね。そうですね、本当堂々としてますね。はい、馬場さん、三沢のダメージ具合どうご覧になりますか。ダメージはもう全部受けてると思いますけども、はい、川田も三沢もそのやられ強いっていう、粘り強いっていうのが取り柄ですからね。なるほど、バックドラップいくぞ。川田がそのたんびにカット、今日は打たせないですね。鶴田が起こった、後頭部ラリアット、これで川田がカバーにフォローに入ろうとしても遅くなる、そういうケースが考えられます。右腕殺し、そして岩石落としいきそうだ、岩石落とし、食ってしまった、ついに食ってしまった。三沢頑張れるか、危ない、返した。三沢は戦う愛です、戦う希望です。返しました。最後まで、最後まで頑張ってくれます、耐えてくれます。三沢コールです。戦うほどに闘志がみなぎってまいります。明日を、明日を一緒に夢見ていたいと思います。もう一回しかし食ってし、返した、返した。カウンタツ、あの武道館の決戦を思い出します。エルボー、エルボーを打つ力が残っている、頭が下がる、フェイスロー、フェイスロー、田上がカット、しかし川田が二重のカット。さあ、鶴田に決まっている。馬場さん、決まり具合はどうですか。そうですね、非常にいいですね。はい、ですけどちょっとロープに近いのが気になりますね。鶴田はそのあたり計算していたのかもしれません。ロープブレイクとなりました。さあ、この後どういう作戦を考えているか。三沢必死の逆転になりました。さあ、ちょっと足元ふらついている。セカンドロップ、セカンドロップ、サードロップ、
田植えが、ああ田植えを蹴落とした。ああしかしその前に鶴田が来た。鶴田が来ました。武道館歓声からため息に変わる。さあジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田、うわーすごい。まさに鶴田の攻めは鉄砲水であります。力拳が入りました。25分経過、25分経過。あとパイルドライバー、あーと重心を低くしてこらえました。ミサーミサル、もう一回、今度は引き込みかれて、あーパワーボム、タウネがフォローに入る。自力で返しました、ミサーミサル。おー、川田、川田、川田がラリアット、コートアブラリアット、ラリアットですね、コートアブラリアット、これはチャンス、これはチャンス、これはチャンス、ミサは惜しい。ここで川田に伝うことですね。はい、さあ、ミサは、ミサは、ジャーマン、ジャーマン行く。ジャーマイク、あー顔面でエルボーを食らった。フライングボディか、いやラリアットかわした。ジャーマンいける、いける、エルボーを食らわした。ジャーマン、ジャーマン、やるときはやる、決めるときは決める。フェイスロック、フェイスロック。男は何度か泣いて、何度か泣いて本物の男になります。フェイスロック決まっている。田植え必死のカバーもなりません。決まっている、決まっている。鶴田ギブアップか。川田もフェイスロック、川田も同時めスリーパー、同時めスリーパー、同時めスリーパー、落ちた。あーギブアップ、鶴田がギブアップ、鶴田がギブアップ。三沢が武道館で再び男になりました、男になりました。ものすごい試合、そして予想外にせぬ結末、ジャンボ鶴田からギブアップを奪いました。あのプロの仮面を脱いで初めて武道館でミサを破った。本当にプロの仮面を脱いでよかったと泣いたミサは見つかる。今また平成3年夏から秋、26分34秒、時は91年9月4日水曜日、日本武道館でまたまたジャンボ鶴田を破りました。世界的な初防衛に成功です。武井さん、お願いします。三沢が本当にやってくれましたね。これがやっぱり世界タッグチャンピオンの価値というかプライドですよね。馬場さんが解説の中で本当に王者としての風格が三沢川村についてきたというお話がありましたが、今日の世界タッグチャンピオンコンビ、そして鶴田田植え、一戦いかがでしたでしょうか。まあね、やっぱり三沢川田の辛抱強さ、やられ強さというのがね、ジャンボのそのスリーパーホールドに行きましたけども、ジャンボが腰を下ろしたというところにちょっとジャンボが落ちそうがありましたね。あれやっぱり腰を曲げられましたからね、随分三沢の体重の上に乗っていきましたから、ジャンボも決められてしまいましたね。